はいどうもピオキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トロールシンスドゥドットクロスバージョン13ということで、その場所を渡るなということでしょうか。いや、そのタイトルがもう怪しいね。渡るなと言われれば渡りたくなる。なんで僕はこのコースのどんな場所でも渡って、ピオキングから渡り鳥に進化したいと思います。騙されてやられる、僕は一瞬でやられる。最近こういうの多くない？チェックポイント2個分は疲れたね、今ので。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.5%。 そんで最近さ、ピオキングさん実在してるんですかって言われたんだよね。言ってんだろうね、言った人。僕実在してるからね。ほらほら、カチャカチャ音聞こえる。めっちゃカチャカチャ音になってると思うけど、わ、声で聞こえねえか。じゃあここはハテナブロックを叩いて、まずバネがあってパックンが飛び出されたと。開幕派だ。しかもライブでさ、実写もしてるから、もうちょっと僕を身近に感じてほしいな。じゃあここは10コイン取ったらダメなのかい。ブブー言われたね。じゃあオンオンした瞬間すぐ左に逃げる。これでどうかな。エンジェルフィー、やっぱあの10コインで取ったらダメなんじゃない。なんかね、さっきやられた時、左の赤いブロックのところに砲台があったんだよね。10コインを取ることによって砲台が出てくるみたいな、この下足場があるな。見えんだよ。このフラワー取って先に行けと、そういうことだと思います。さあ土管に入っていきましょう。ここは今日ぬるいかもしんないね。クリア率 1% ちょいぐらいでしょ。そんな僕にとってはぬるぬるのトロールコースなんですよ。じゃあここはハテナブロックを叩いた瞬間すぐ右に行く。このコースの謎の1割がもう解けたね。ハテナブロックとかあったら叩かない方がいいよ。そしてこのカロンの甲羅を手に入れて、ここでヒップドロップ。もう一回ヒップドロップでいいのか。ヒップドロップしたらどうなる。奈落の底までレッツゴー。2つ目ヒップドロップした瞬間にジャンプして脱ぎ捨てる。これが正解なんじゃないか。僕が生きれないと思っているのか。ならばもう方法は一つしかない。ドクロリトに乗らない位置でヒップドロップすれば先に滑るっていう感じでしょう。よくもやりやがったな、ドクロリト。お前だけ地獄へ行ってる。リベンジ達成しました。あ、なんかここ見たことあるよ。あ、もしかしてやったことある感じ、このコース。どうしよう。あー、いい、まあいいか。なんか見たことあるコースだなと思ってたんだけど、多分結構昔にやったことがあると思う。罠はきっぱり忘れてるっぽいんだけど、覚えてる方いるかもしれません、見てくれてる方の中で。まあそれでも見てくれてありがとうございます。ここは50コイン信用していいのか。右行ったら開くとかそんなんはないだろうな。いやー、まさか50コインの方が正解だとはね。だいたいこういうコインってさ、失敗っていうパターン多くない。じゃあここはピースイッチを踏んですぐ上に行く。バクバクしてんじゃねー。そんで気になってることがあるんだけど、このピースイッチを踏んでいくかどうかなんだよね。あ、踏まなきゃ鍵は手に入んないのか。そしてガリガリの中ハテナブロックがあるな。なんなんだ、ガリクじゃー。いや、意外と覚えてないもんだね、罠って。じゃあこのピースイッチを踏んで、この鍵ドアに入るところ、一旦ピースイッチがなくなっていってみようか。今日は僕そっちの方にかけたいと思います。さあどうなる、鍵ドア。この先にそろそろ中間ポイントがあってもいいんじゃないのか。さあ、あのちくわブロックは怪しい。でも一旦下に降りるしかないのか。そしてピースイッチを踏んで、その方では何かしてくるだろう。絶対何かしてくる。何もしてこないのか。何かしてこいって最近多いよ、そういうの。何もしない。うん、大体それが正解だと分かってた。スロータイム。てて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 、ふざけるな。ここはすぐジャンプ、そして上に行く。ジャンプジャンプ。どうすりゃいいのよ、ここは。じゃあガリガリギリギリに近づいておこうか。この場所だったら大丈夫とか、そんな感じなんかな。はい、ダメ。いやいや、もう分かった、ゾウさんキリンさん。ここは石エッジが左に行って、上に行けばトゲゾウが降ってきて先に滑ると、そういうことですね。そしてこの先右押しっぱでいいのか。いや、一旦この草に捕まる。よしよしよし、分かってんだよ、危ね。ここ一体何もしないで行ってみる。 P がなくなってから行ってみます。さっきもそれで行けたもんね。さあどうなる。いや、合ってんじゃない。ほら、いや、どっち、あ、左しかないね。なんで、あ、分かった、今の場所さ、しゃがんでおけっていうことなんじゃないかな。キノコ取ってチビになったじゃん。だからしゃがんでおいたら右に行けるみたいな。ここ P スイッチが鳴ったまんまでもいいのかな。一旦入ってってみようか。大丈夫っぽいね。じゃあここで被弾して先に進めと。なんかゴールっぽいけど、これゴールじゃないの分かってんだ。そしてブーム、踏んでいいのか。この筋肉だるま
もうみんな安心しないで、こっからもまだ罠に引っかかりまくるから、ここはジャンプするふりをしたらスターが出てくるのか。そして右のチョロプーと上、どっちに行けばいいんだ。矢印を信用してみるか。この悩んでる暇が一番見てる側を暇にするんだ。そういう配慮ができる人間だろ、ピヨキングは。さあここで記録を取っていく。ここで隠しブロックないだろうな。チョロプーの方は間違いだったんだね。そしてここは何もしなかったら中間ポイント。あのキノコ、右キノコ様。じゃあここは左の方に追っとけばキノコが取れたんだね。飛びせかけてすぐに右に行く。こんなしょうもない遊びを視聴者の方とやっていく。マジでくだらん。ごめんなさいね、こんな遊びに付き合わせて。何回今ブブー言われたな。押したらいけなかったの、あのオンオフスイッチは。ここはなんだ、なんか新体験みたいな見た目してるな。一旦オンをして下に行けば、え、このドア入ったらやり直しみたいな。あー、なるほどね、あのつららが落ちるより早く右に行けみたいな。ぬるい、ぬるすぎるぜ。もっと鬼畜な新体験持ってきて。そろそろチェックポイントあっても良さそうなんだけどな。じゃあここオンをしないでどうやって行くんだろうね。あー、分かった分かった、オーブしてはいいけど右まで行くなってことだったんだね。ということはまたあの死に耐久か。ぬるいんだよこんな死に耐久。一発でクリアしてみせるよ。オーブをした瞬間すぐ下に行く。そして右に行けばやられることができるんだ。余裕すぎん玉。つららが反応しないギリギリまで近づく。この辺か、頼む、反応するだよ。もうちょっと右か、行けるのかこれ。はい、はい、早く上に。ここ怪しいな、このクッパクラウン乗れるのかな。誰か助けて。じゃあここドッスの上に乗っていけっていうことなんかな。足場があるようには見えないんだけどね。一旦思いっきし右にジャンプしてみようか。それでジャンプしろ。次こそ行くよ。でもこれ渡れるかな、結構間空いてるよね。左から右に向かってジャンプ。これでいいの、なにそれ。ねえ、そこチェックポイント2とかそういうパターンなんじゃないの。右にチェックポイント2って書いてるな。でも僕はチェックポイントがいらない男だということはみんな知っての通りだと思います。いや、チェックポイント2あった。え、何じゃああの演出は。あのガリガリの中なんかあったのかな。じゃあここすげりゃー。まあ、チェックポイント2を取ってるから心はとても穏やかだよ。まるで透き通った水のようだね。この透き通った水でこの腐り切ったトロールコースを上書きしようじゃないか。このツタは何もないのか。なるほど、このバネが一番上の時に上に行く。バブル。じゃあここは待っておこうか、カロンの甲羅が出現するまで。でこのカロンの甲羅で上に行くのかな。あんま上に行くしかないか。そしてこの右の土管に入っていけば次の場面に進めると、そういうことですね。じゃあオンオフをしていいのか。オンオフをして、このカギ棒がカギを持ってるっていう感じか。左は開かないね。じゃあカギ棒を倒して右には進ませてくれないと。じゃあこっちで合ってると思います。絶対違ってないかないよ。ロールって書いてるな。オンオフしたら、え、あ、いやいや、でもオンオフしてこの土管に入ったらやり直しが効くみたいな、そんな感じなんじゃないかな。そして、いや、ここまでは絶対合ってると思うんだよね。で、そっからさっきかわせなかったけど今左には魚がいたな。そしてもう一回やり直してみたいな。ここ右絶対ダメでしょ、隠しブロックあると思う。なんでここでカロンのコーナー手に入れてもう一回右に行けないね。あ、なるほど、今度は真ん中、まあ、どっか隠しルートないかな。ないよ。じゃあここは真ん中の砲台が開くまで待ってみようか。そしてカロンの甲羅を手に入れていくかどうかなんだけど、手に入れていくのは素人の考えだよ。きっとないでいい。別にどっちも良かったかもしれん。そして次は、あ、この下からこの砲台を抜けれるっていうことか。そんで鍵ドアに入れるっていうことでしょう。そろそろゴール近いんじゃない。オンオフしてここで鍵ドアに入っていく。さあゴールよ、姿を現せ。ドロングドアって書いてるのかなこれ。違うドア、絶対こっちで合ってる。なぜならこっちのドアしか行き道がなかったからだ。これはチェックポイント戻しと見せかけて実は違います。おっ、待て、絶対ゴールだと思う。嫌な予感しかしねえな。これ右の場所行ってたらさ、ゴールがあったみたいな。あのツタの中、あっ、やった。びっくりさせやがった。
かって結局ゴールさせてくれる優しさね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ世界一危険なトンネルということで、いいねそのワードセンス。そのタイトル面の通りめちゃくちゃ難しいんじゃないんでしょうか。そしてね、サムネを見る感じじゃ一マスしかない隙間を渡っていけっていう感じなんだけど、最速が14秒もかかってるからさ、結構長いんじゃないのかなあのトンネル。ちょっと予想立てておこうか。僕の予想はスタートってダッシュするだけのコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.43%。 まあ14秒もあるんだったらスタートってダッシュする以外ないと思うんだよね。それ以外の方法があったら教えてほしい。なんかもうねこの雲に乗っていけんってこと？じゃあ右を進歩したらいけないね。ちょっと待って、もう一回雲に乗ってこっから右を進歩してみようか。やっぱいけないんだよね。絶対針に当たっちゃうの。なんかさ、雲がふわふわしてるじゃん。それで多分上か下どっちかに当たるようになってるんだろうね。いやこれはむずそう。トランプジャンプみたいだね。じゃあ雲に乗ってちょっと上だけ押して右慎重に行こう。雲に乗った瞬間一瞬だけ上、そして右に行ったらいけるんじゃない？あの良いね。ピオキングはね、どんな難しいコースだってクリアする。なぜかいけたよ、こんなの予期してない。でもこのままいけ、マリオゴールをしてくれ。長いんだよ。落ち着こう。いや落ち着いたらダメだ。落ち着いたらこのコースきっとクリアできない。落ち着くのは見てる方たちだけでいいんだ。なんで皆さん僕の分まで落ち着いててください。さあなかなかいいスタートダッシュを切れたよマリー。これはゴールできるっていうチャンスがあるんじゃないのか。右に進むだけでこんなにうるさい実況者いるのか。わーい、もっと騒げ。わーいわーいわーい、このまま右に行ったらゴールができない。いやさっきのめちゃめちゃいい速さじゃなかった？じゃあ乗った瞬間上押してすぐ右。いやこれ絶対いけると思う。さっきより全然速いよ。頼む行ってくれ。もう10分から15分ぐらい経ってるよ。そろそろ必殺技を出そうかマリー。スーパーローリングサンダー。なめるな、こんな雲に乗って右に進む。いや違うんだって。もう分かった、これは乗った瞬間右に行ってこの針の中で調整するみたいだ。来た、絶対に来たよこれは。もうこれやられる要素がないもん。もういけ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 、そのままゴールまで突きる。頼む。しゃー見たか、これが一発マリオ名人だ。いやこれは苦労したね。やっぱ針って当たり判定が大きいからさ、すごく難しかったですね。しかも見て、世界一早くトンネルを駆け抜けれる男になれたね。それじゃあ最速も取れたし、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。